でも1時間半喋ってんだ。朝飯食いて。10月までやるか。10月は投稿頑張って63本上げてたんですね。短い系の動画はやっぱ上げやすいっていうのはありますよね。で、63本上げて、再生回数はただ1万これ切ったんですね。8512と。で、だから時間は伸びてる。だから、ロング系の動画がね、ちゃんと再生入ってるっていうのがね、やっぱコンテンツ数を増やしてると、このあたりとか300時間再生って、意外と最長、あ、いや、ここがある、19000再生のね、やっぱところが強いのがあったりするんで、あれですけど、で、登録者数も20人増えてるってことは、かなり顕著な時ですね。で、エスカレーターの動画がまた2000再生近くまで行っていて、ぐるいっと伸びてるんですよね、この時期で、意識低い効果、何これ、ビーガンか。ビーガンですね。で、あとは、静かな一家散歩が来るよって感じですね。10月は、8512。ポンって伸びてるのは、これなんだ。これか。六甲駅の、面白いところですよね、ここも。これ120か。そんなに伸びてないんだな。エスカレーター、面白いエスカレーターですね。あ、エレベーターか、ここは。とかがあったりしましたね、というところですね。で、だから、2、3をずっと上げたらね、なかなかエグいね。どんどん生捨て上げて、この日は、勝ち中の、これがね、そうだ、お蔵入りになってたから、出しとかないといけねえんだってことで、慌てて作ったんですよね。これの動画でね、言っててね、ここのところにね、こうやって言ってましたよねって話をしてたんだけど、そうだ、アップロードしてなかったわって言うのね、慌ててアップロードして書き始めたら、こんな感じになってるって感じですね。1日2本、バババババと上げて、さらに何場所も入ってくるんで、1日3分とかも入ってくるんで、それは投稿本数増えるようになってくるところですよね。どん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 、あと1日4分、どんなふうに上げてるの？あ、新潮作法のやつも、ハリリーの、きなか散歩、平津駅、平津駅ね、桜神社、桜神社、完全制覇の多分、これもね、ちょっと、寺尾さんとの、コラボのやつで、連動してね、企画的に、連動するところがあったんで、そこのところに合わせて作ったのと、プリビューを作ってきたということで、結構売ってるんですけど、別にこれが伸びてるっていう、だからそれが伸びてるというわけではないというのもね、一つ、あれですよね、68再生。寺尾さんのやつはどうなんだろう。ダーッと落ちたもんね。ちょっと聞いて。トップライン食べたいとコメントだけど、企画発表どこだっけ？あ、4本のここか。あ、11、まあ、意外と伸びてるね、やっぱし。うん。あ、これは、あたり多分。寺尾さんがね、大してどん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 言う。今、1000人超えて何人ぐらいになってんだ、寺尾さんのところ。トラフィック、桜神社、これとやっと連動がやっぱ動いてるんだな。寺尾さんのところは、これじゃない。チャンネルのリンクどこに貼ってあったっけ。もう1700枚いってもな、すげえな。伸びてるね。どっかのおっさんがやってる青いチャンネルと大違いでね、ちゃんと伸びてますね。54万8000か。まあまあ、登録者数はね、サブ6？ サブ 6？ 5倍近く差つけられてるのかな、ですけどね、再生数はうち半分ぐらいでなんとかくらいついてますからね。なんだかなぁ。助かったなぁ、かなというとかね。まあまあまあ、一つね、いい機会になったのかな。まあ、結構やっぱ、
トラテの動画は、インプレッションとかでも引っ張ってくれてるなっていうか、ありがたいところですね。オープニングだからですね、若い方でもね、ね、いい大人ですけどね、力のある人にはね、おんぶに抱っこにでね、頑張っていきますからね、スタッフは。自社コンテンツの開発能力が低いんだから、しゃあねえじゃん。面白い動画を作れねえんだから、ということで頑張っていこう。な感じで、バクバク打っておって、だからといって、それが、チクワンクランプリとか、それが伸びてたらちょっとさすがにへこむけどな。まあ、これは致し方ない。とかね、いうのがあったりしますね。ちょっと逆に、三陰町とか伸びてるぞ、さすが。いくら岡崎とはいえ、三陰町は伸びてねえだろ、さすがにね。これでね、三陰町って呼ぶんですよね。そう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 。岡崎動画だからって言われて、岡崎なんか伸びてるのあったよな。これ24度からこっちか、ああそうか、こっちか、うん、スーパー以外に行く時の動画ですねが、うん、まあ名前の出たことありますからね、あとアーキスーパーとかね、名前がね、やっぱ岡崎がはね、定期的に東海オンエアとかでも出てくるんで、そんなあたりとかも影響あるのかな。再生リスト、全然、それやっぱ岡崎で調べる人が多いですね。ありがたい。岡崎は、YouTube の中で一つ大きいコンテンツになってますからね。そのあたりの影響を、こういうところで受けれるのはありがたいですね。PV は伸びてんの？ちなみに。PV もそんなに伸びてねえな。うん。日京都実博物館とかのあたりとかのところが、うん、まあですね。操作性で天井高くなった。まあ、きついね。インプレッションが入るようにちょっとなってますけど、ちょっと厳しいかなっていう時期ですよね。で、何が上がってるかというと、エスカレーターの動画と、ビーガン食ですね。意識低い系ビーガン食。で、静岡の動画と上司の動画がね、ここに来て、実はちょっと伸びてるってのが面白いですね。うん。10月の傾向でした。うん、12月までは無理だな。飯食ってこう。って、始発の準備を感じますよ。よし。ああ。っていう感じかな。言うて1時間40分も話してんだ。まあ、ひとまずこれぐらいにして、まだこっから中。じゃあ、2022年もまるっと、はさの場なのか、まだまだうちの歴史は長いな、ということでね。見ていきたいなと思います。とりあえず10月はこんな感じでしたよ、というところでね、とりあえず一回締めようと思います。ご視聴ありがとうございました。あれ？こっち見てたっけ？10月。10月見てね、大丈夫だね。はい。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続きますからね。怖っ。見てる人からしてみたら、胃もたれも、ほどかるだろ。どんだけ振らい出すねんっていう感じですけどね。